スタートしまししたた揃いました16ま16ずは34コーナー中間の池垣へ6番,6番のストレートパンチと9番ビッグスモーキーが出て最初の池垣障害を秘訣しました3番手、5番広重セブン4番手インコースが1番シンキングダンサー並んで3番ケン・ホファバルトは5番手その後11番、タガノエスプレッソと並んで12番ブライトクオーツ名称脱祭はその後ですホームストレッチ水濠と池垣があります まず先頭6番のストレートパンチリードを市橋にとって9番ビッグスモーキー2番手水郷障害踏み切って冷えちましたこの2番手グループに12番ブライトクオーツと1番シンキングダンサー加わって先頭に迫っていって2号の生垣踏み切って冷えちました9番ビッグスモーキー一旦4番手になりましてその後のグループに広重セブンそして3番ケン・ホファバルト12コーナー中間の生垣へ踏み切って冷えちましたストレートパンチにブライトクオーツが並んでいきます 11番、多賀ノエスプレッソは中段広重セブンの後ろ並んで16番、鈴鹿デビアス谷を下ります名勝脱サは中段の外目内が8番のフォワードカフェあとは2番、広野大陸十5番、ナリノレーブドール10番、ケイブルグラム後方4頭目7番、シゲルピーマンが行って後ろ2頭は離れました4番、東拓君と13番、セガールフォンテンです向こう上面から谷を下っていきますと大障害コースです高低差5 3メートルの2号半路を下って上って大障害コース 大蓄作が待ち受けますわずかに先頭、今度は1番のシンキングダンサー、大1作障害踏み切って、冷えしました並んで6番ストレートパンチ、後続中断そして後方まで全場比越を終えました、場内、大きな拍手が上がります。 ここから逆回回りで4コーナーナっていきます1番シンキングダンサーと6番ストレートパンチが並んで4コーナー逆に回ります3番ケン・ホファバルトが3番手に上がって12番ブライトクォーツは4番手に控えました5番広重セブン9番ビッグスモーキーその後インコースに入れた14番の名勝脱還です3、4コーナーナ中間の 名勝脱還に並んでかわしていきました11番のタガノエスプレッソですその後8番のフォワードカフェ16番鈴鹿デビアスダートを横切って谷を下りますその後ろからは2番広野大陸10番ケイブルグラム15番ナのノレーブドールと続いて谷を上っていきます後方グループは7番シゲル・ピーマン後方から3投目13番セガール・フォンテンが行って最後方を離れて4番のアズマタックン再び2号販路を下っていきます高低差5 3メートル 下って登りますと再び大障害コース今度は大池垣が16頭を待ち受けますわずかに先頭1番のシンキングダンサー大池垣踏み切って冷えちしました中段後方今瀬があるフォンテン越えて最後方東拓君も越えました16頭全場大障害コースをクリアです残り1周です 1>, 1番シンキングダンサー先頭2号の池脇翔がき焼ちました3番ケン・ホファバルトが並んでいきます3番手に14番名将脱サイが上がってフォワードカフェ広重セブン氏5番手その後ビッグスモーキーブライトクオーツタガノエスプレッソ12コーナー中間池脇をき焼ちましたこの後位勢が一段となってきてその後ろからは10番ケイブルグラムも上がっていきます再び2コーナーの谷を下っていきます先頭1番シンキングダンサー リードがだんだん詰まってきて3番ケン・ホファワルトが並んでいきます向正面に入ります2番審査の3番手が14番名勝奪采4番手が8番フォワードカフェ12番ブライトクオーツ並んでいます向正面のち作障害4号のち作先頭シンキングダンサー冷えしました並んで3番ケン・ホファワルト さらには3馬審査で14番名勝脱退続いて800を切りました12番のブライトクオーツが4番手5番手がフォワードカフェとビッグスモーキー3コーナー谷を下って上って最後の34コーナー中間の池垣へと向かいます1番シンキングダンサー先頭また差を詰める3番ケン・ホファワルト2頭が並んで最後の障害踏み切って卑越しました3番手名勝脱退ここで1番のシンキングダンサーが下がっていっておっと後方で 7番のシゲル・ピーマン落馬さらには15番のナリノ・レーブ・ドールも落馬していますダートコースを横切ります3番ケン・ホファワルトが先頭で直線コースに入りましたリードを3馬身取りました2番手外へ持ち出して名勝奪還3番手内から広野大陸に飛躍を切って外はブライトクォーツあるいはシンキングダンサーです先頭3番ケン・ホファワルトリード3馬身詰め寄る14番名勝奪還大外10番のタガノ・エスプレッソ名勝奪還合流14番名勝奪還です 森一真騎手お見事